魔法界にお住まいの17歳になるレモンアメちゃん、今日はお誕生日、妖精さんにお使いを頼まれました。ちゃんとお使いできるかな。
が自己紹介しますかね。さあ、なんかこの2人自己紹介させていただきます。はい、アメちゃんの専属カメラマン、コモマックです。あーアスカです。ありがとうございます。はい、アメちゃんのママ役、レモン、アンクララです。この度この番組のプロデューサーを務めさせていただきます、左目はじめです。はじめ、はい、天の声、ザクロイワンです。イワンちゃん、はい、山田さん、ヒルタトルマミです。今日はね、保護者の方が、アメちゃんの保護者の方がめちゃくちゃいっぱいいっぱいいますね。やったね。保護者ばっかり、保護者ばっかり、親絶対いる。ママとパパがいっぱいいます、ね、ママめっちゃいる。あれは違うけど、いっぱいいる。アメちゃんの生誕祭、まだまだ盛り上がれますか。もっともっと盛り上がれますか。それでは早速次の曲いきましょう。聴いてください、ファイアースター。I'm not afraid to die.
のね。それではね、早速なんですが、のぶきみちゃんからあめちゃんへプレゼントがあります。あめちゃん、後ろめちゃくちゃ可愛い、モコモコだ。めっちゃクマにしてもらった。ウララちゃんがアメがメガシ、ウララの母だから、そう、今日私のプレゼント、みんながさ何がいいみたいなプレゼント。そうそうそう。何がいいってね。身につけれるものがいいって言ったんよ、私は。あー、身につけるものも。あ、なるほどね。そうね。優しくれてる。優しい。優しい。見守りたい。え、ここクマのついてるの可愛いね。そうなんよ。しかもなんかさ、右腕メンタマみたいな。あ、これメンタマなんだ。目が多い。可愛い。シマもついてる。私、すいません。18歳だと思ってる自分のこと。じゃあもう若い、決まらんぼさんもいいですよ。ないよ、はい。
アメちゃんはロロキルの中で多分一番一緒にいるかもしれない時間は。かもね。確かに。もうナンパしたんですけど私が。私がナンパしたんですけど。この人最初の LINE がめっちゃ初めまして。そう前ね。LINE に返したのね。そうめっちゃ面白かった。そう。ありがとうございますロロキルに入ってくれて。それこそ。じゃあ。でもロロキル加入の時めっちゃ応募送ってきたよね。うん、あ送ってきた。ね、夜中に。心の中の思われてしまわない。私も私の話です。正しい。正しすぎる。うららちゃんだよ。うららちゃんあすか CU だ。CU よく見ないでしょ。じゃあ阿部さんお誕生日おめでとう。しっかり者なんですけど、あの意外とね、あのポンコツな時がたまに出て、その時にあ高校生だなって、16歳だな、17歳だなって思うことがあって、かわいいなって思ってます。これからもちいかわとももんがで頑張ろうね。そう今日ちいかわのあれ天使のやつ届いたから今日くれた、渡してくれた。そう私ん家にいっぱいアメちゃんのちいかわも届きます。そう第2弾が来るから、第2弾が来るからまた一緒に遊ぼうね。遊ぼうね。ありがとう。それでは俺に行く。See you。 See you。 でもなんかどう言えばいいんだろう、なんか本当に可愛くってお話もしやすくってダンスも上手くて、またこんな完璧な子いるって思う。めっちゃ褒めてくれる。そう、でもシーコ何回も言ってたんだよな。もうなんか LINE でも言ったし、そう LINE でも言ってくれた、メセカも書いたし、そうなんかひたすら褒めまくってるみたいな。一緒にアイドルできてすごい嬉しいです。ありがとう、嬉しい。私もこれからも頑張ろう。どこ行く？東京行く？大阪？東京？急に旅行も連れてかれる。もう大阪なら案内できる。 ありがとう、大阪案内して。じゃあ大阪行こう。ありがとう。ありがとう。アスカちゃんが大取りです。じゃあ、おう。失礼します。アスカちゃん来た。どうしようかな。アメちゃんはまず大きくて、そう一番背高い、一番身長高いね。そう。でもなんか何なんだろうね。なんかダンスとかもさ、すっごいアイドルだ。なんか最初一緒にレッスンとかしてすごいなんかめちゃザアイドルみたいな子入ったなって思って。なんかメルクラの時私見たことなかったんだけどね。今日見れてめちゃめちゃ嬉しかったです。でなんかしっかり者だけど、まあみんな言ったように。ちょっとね、おてんば娘おてんば娘というか、まあ年相応のね、キャピキャピしてる部分もあるんで、これからもロロキルもね、なんか大人組にのみのみ育ってもらってね、みんなすごい優しい保護者たちにものみのみ育ててもらって、本当に幸せに生きてほしい。幸せに生きてほしいなって、あのお母さん生きてほしいですねって思います。なんかこれからも大変なこととかね、学校、学生だからいっぱいなんかね、勉強とかもめっちゃ大変な時あると思うんですけど、まあちょっと大変な時はね、私たちを頼って頼ってください。頼りないかもしれんけど、これからもよろしく。よろしく。ありがとう。やったー。それではそれでは世界さんからお願いします。撮りましょうか。今日出演してくださったゲストの方々。
よろしいですか。え、みんなもね、後ろの人から前に映りに来てください。なんかトヨピなんかさ、デビューしてからさ、まだあんまりね、立ってないけど、こうやってさ、いい思い出がいっぱいあるよね。ね、かわいい。なんか中もちいかわだらけ。やっぱ分かってるんだ、みんな。分かってんだ、分かってんだね。さすがだわ、ほんとに。分かってるわ。ちょっと足りないですね。なんで番組さん3人僕らの審査1人。ありがとうございます。全然誰が集合取ってくれるの。めっちゃ可愛い。増えた。あ、増えた増えた。可愛いね。なんかチークも貼ってあるやん。チークも貼ってある。で、誰が集合写真撮ったから撮ろう。え、集合写真お願いします。え、決まらんの？ね、最悪。俺やでって書いてある。しかも画力めっちゃ下がってる急に。いつもめっちゃうまい絵描いてるのに。ご要望のやつをしましょう。こっち来る？大丈夫？アミちゃんのポーズは？ね、何何？ L でいいの？どの昼も L はグルメ愛に溢れてますこの子。はい。それでは行きます。いいのこれで？やだよ。あ、クマちゃんポーズ、みんな耳生やしてください。
Thank you.
ジカルチャージ。